グタ。お、今日は早いのね。まだパンもいっぱいあるよ。はいはい、350円ね。そんなの間違えないよ。それはちょっとバカにしてるよね。ねえ。トモヤ、どっか寄って帰らないか。あっそ、じゃあ先に帰るな。私、授業が早く終わってほんの5分ほどだったんですけど、それで図書館ででも
しようって思って、あ、勉強しようって思って、だけど思い切って来てみようって、もしかしたら智也さんもって。ごめんなさい、今忙しかったですか？こういうことは普通初めに言いますよね、電話でも何でも。思ってませんでしたか？でも智也さん勉強できそうだし、多分。じゃあ私と無駄話してる暇もありませんよね。ですけど、私何言ってたかわからなかったですよね。お願いがあって子分を。あー、ともちゃん、の物理のノート貸して。最終手段だからさ、お願い。あれ、やっぱりみなもちゃんだ。何してんの？うん、ちょっと。へえ、お知り合いなんだ。びっくり。友達だよ。結構前からかな。それで、二人はどういう関係なのかな？あのね、ゆえちゃん、関係っていうか、ともやさんは…ともやさん？うん…彼女じゃないよね。みなもちゃんも隠してたりしてないよね。ともやさんの迷惑になるよ。そんなんじゃないんだから。まあ、ともちゃんはね。まあ、いいけど。ともちゃんって呼んでるの？まあね。何してるの？みなもちゃんは？ともちゃんに何か用だったんじゃないの？あ、そうだ、ともやさん。
私に古文を教えてください。へえ、古文いいな。それじゃあ明日の放課後でいいですか？明日も待ってていいですか？はい、お願いします。古文って源氏物語とかつれつれ草だよね。私、ブランクあったからよくわからなくって。そうだね、ともちゃんならいいか。みなもちゃん、なに？襲われそうになったら逃げるんだよ。それじゃあ私図書館に行くので。うん、じゃあね、みなもちゃん。試験前だから部活は休みなんだよ。ただの猫じゃないよ、ニンニン猫ビョンだよ。デブ猫なんかじゃないもん、ニンニン猫ぴょんだもん。わーい、ニンニン猫ぴょん。
こんなにプニプニなんだもん。プニプニ。だからデブ猫じゃないってこの子は。この子のお腹には赤ちゃんがいるの。そう、だからニンニン猫ぴょんなの。わかった？はい。忍者？何言ってるの？なんだかよくわからないけど、多分全然違うと思うよ。人間だとお腹に赤ちゃんがいる人を妊婦さんって言うでしょ？ってことは猫の場合はニンネコさんだよね。でもニンネコさんじゃ可愛くないでしょ？だから愛着を込めてニンニンネコピョンなの。なんか自分のお腹に赤ちゃんがいるっていうの分かってないみたいだね。ちょっと心配だよね。元気な赤ちゃんが生まれるといいね。ともちゃんってさ、今日みなもちゃんに古文教えるんだったよね。それじゃあちょっとテストしてあげるね。漢文だけど、まああれも古文のうちだよね。ここ、これってどういう意味なのかな。
全然違うと思うけど。あの講師が？日本の少子化問題を？って、ともちゃん、本当は全くわからないんじゃない？そんなんじゃ、みなもちゃんに勉強を教えるどころか、逆に教えてもらうことになっちゃうよ、きっと。テストの方は？本当にまずいってば、ともちゃん。こんな小的な問題も解けないようじゃ、追試はもう決まったようなもんだよ。し、いわく、すなわちで改めざる、これを過ちと言う。先生はおっしゃった。間違いを犯してこれを改めない、これが本当の間違いだ。なんで？サボるの？になるんだからね。ああ、かわいそうなともちゃん、城ヶ崎先生に駆られちゃうんだ。サボったら丸刈りだって、そう言ってたよ。確かにそれはやりすぎかもね。しおもんなら？ギバゴンを？
お釣り100円ね。50万円ね。おばちゃんとは失礼ね。こんなレディーを捕まえて。はい、お釣り50円でいいんだよね。ありがとうございました。